はい、皆さんこんにちは。とりあえず7月7日、七夕の日ですね。3本目の動画撮っていきたいと思います。本当はね、まあ、あれなんですけど、まあ、昨日かな？昨日 Amazon でね、またテープ LED 俺頼んだんですけど、それはね、木曜日到着予定だったのが、まあ、Twitter の方には書いたんですけどね、なぜか、今日に早まりまして、で、今、1時過ぎかな？ 1 時15分ぐらいなんですけど、それ1時20分ですね。1時20分なんですけど、まだ届いてないんですよ。Amazon の方を見るとね、未だに配達中になってるんですよ。で、ちょっと室内灯のね、在庫の方が、俺も、結構使っちゃってて、足りなくなりそうっていうか足りないんで、まあ、だから16ぶっ込んだんですけど、本当は Twitter の方では15ってやってたんですけど、まあ、電球色5入れて、まあ、白色15入れたら、あと1本分買える値段あったんでね、16ぶっ込んじゃったんですけど。一応こちら。これ一緒に頼んだんですけど、電球色は明日配達予定。で、もう一個の白色はね、配達中ですになってて、これがね、朝の7時から配達中なんですよ。で、なんか今回はね、日本郵便、あれか、ゆうパケットだっけ？ポスト投函されるやつ？クイックポストかなんかわかんないけど、それじゃなくて、今回は、Amazon がなんか配達するみたいなんで、なんかどうなるかわかりませんけどね。それでやっていきたいかなと思います。というわけで一応ね、ちょっと室内と、今回10本だけ使っていきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK。というわけでね、今回は10本の室内とこちらの車両に入れていきたいかなと思いますが、ちょっと待ってください。テープ入れていくよ。よいしょ。こちらですね。グリーンマックスから、発売されております。こちら。限定品扱いの5642、西武6000系、黄色い6000系でしたですね。こちらの方ね、ツイッターのアンケート企画の方で、室内灯、いつだっけな？俺も覚えてない。つい多分この頃だと思うんですけど。いつだっけな？そうですね、第7弾ですね。先月行った第7弾で、この西武6000系の黄色、まあ、4票中に3票獲得ということで、今回こちら、先にね、ちょっと第7弾ですが、入れていきたいと思います。で、あと8本ぐらいはね、予備ありますんで、そしたらね、第5弾の方もやっていきたいかなと思いますが、第5弾のケーキはどっか行っちゃったんだよな。俺もちょっとどこ置いたか覚えてなくて、今ちょっと探してるんですけど。まあ、とりあえずね、そんなこんなんで、ちょっと待ちください。というわけでね、グリーンマックスのを作っていきます。で、グリーンマックスのなんですけども、これ、まあ、新しいタイプのね、床下車両でして、よいしょ。昔みたいなね、なんだっけ、終電対応のパーツ全く買わなくてね、いいやつなので、結構この辺はね、ありがたいところかなと思います。いちいち買わなきゃいけない、あれ腹立つんですよね。まあ、ただ、グリーンマックスの方はね、4両入りで400円なんで、結構安いんですよね。トミックスの方だと、1両終電化するのに、まあ、定価換算で言うと、グリーンマックスが4本入りで、全部600円。で、トミックスがね、1両あたり計算すると200円ぐらいなんですよ、定価で。終電版4本入りが100円、で、銅線が、バネが100円。なので、結構ね、予算的にはかかっちゃいますので、まあ、その点はね、難点かなと思うんですけど。まあ、とりあえずね、こちらの方ね、1両ずつ入れていきたいかなと思います。で、またね、先導車と中間車は、まあ、同じやり方にして、で、モーター畑ね、別に作っていきたいかなと思います。というわけで、この車両ですね。で、この車両に関しては、ここですね。ここがまずライトユニットの接点。で、このね、この辺が多分室内灯の接点になるんですけど、ここ。中間車も同じように、こういうね、両端のところに、修繕対応できる角がありますので、今回はね、ここに、今回はバネ式でいきたいと思います。まあ、今回はね、本当は銅板とか、あれでもまあいいんですけど、まあ別にこっちの方はね、バネの方が、やりやすいっていうね、利点がありますので、早速ね、バネ式作っていきたいかなと思います。ってわけで、爪楊枝がない。あ、遠い爪楊枝が。よいしょ。よいしょ。で、しばらくしたらね、ちょっとポポンデッタとかで、今回室内灯取り付けてる連中の、まあ、試運転でもできたらしたいですかね。まあ、ただコロナがね、また、まあ、神奈川は結構少ないんで、ありがたいんですけど、
まあ、東京はね、ちょっと多くなってきてて、埼玉も、まさかの埼玉が神奈川より多いんですよね。すっげえ意外なんですけど。なんかこんなこと言ったら埼玉県民の方が袋だけになっちゃうんですけど、なんか埼玉って個人的に全体を通して田舎っぽいんですよね。まあ、それ言ったら神奈川も、あの上半分は田舎だろって言われたらグーの音も出ないんですけど。まあ、ただ神奈川は一応腐っても政令指定都市がね、3つもありますんで、まあ、どちらかというと神奈川って、まあ、昔は工業の街ですけど、今は、まあ、全体を通して住宅街なんですかね。まあ、例えば横浜、川崎、相模原。まあ、この辺のね、三大指定都市は、あ、三大指定都市でいいのか？あ、政令指定都市か。もう、この3つの政令指定都市は、まあ、大体、住宅街っていうのが多いのかな。今はどちらかというと。まあ、まだ若干工業はね、まあ、鶴見線の扇町の方とかは一部ありますけど。まあ、それでもやっぱりどちらかというと、今はもう住宅街なんですかね。で、まあ、あとは、まあ、これがね、大体、まあ、川崎とか横浜とか相模原とか、まあ、この辺はね、東京とかに、まあ、仕事行きやすい環境で。じゃあ逆に横浜とかね、ちょっと、まあ、川崎横浜、物価高いんで、それをちょっとね、まあ、西の方行って、まあ、茅ヶ崎とか平塚とか、あの辺もね、住宅街ではありますんで、まあ、そう考えてみると、神奈川のね、コロナが、まあ、埼玉より少ないっていうのは意外ですかね。まあ、神奈川はしかも途中で、あれが出たんですよね。なんだっけ、中区のバーだっけ？中区のバーとかキャバクラとかなんか忘れたけど、そこでクラスターが発生したっつって、どうなるのかなと思ってたら、あれ、俺、つまりどこ行ったっけ？あったったった。まあ、それでもなんか、埼玉の方もね、クラスターがなんか、一件、なんかどっかの区の、なんか出たらしいっすけど、で、なんか関係者の許可が得れたからって、確か名前が公表されてたはずなんですけど、さあ、このコロナ、第2波が来てますからね。本当はここで替え歌で歌いたいんですけど、さすがにそれは本当にばっか叩かれてたからやめますけど。なんだっけな。最近はね、見かけないですけど、だいぶ前いたんですよね。なんだっけ、バーニラ、バニラの車。あれがね、ちょっとね、コロナって面白いですよね。面白いって言ったら袋だけですけど。まあ、高収入が再流行と若干文字数が一緒なんでね。面白いですよね、コロナ再流行なんて。すいませんね、冗談ですけど。とりあえずこんな感じでね。まあ、動線はね、ある程度汚くてもいいと思います。まあ、実際俺が汚く作っちゃう人種なんで。で、これ巻くときにね、斜めに巻くことをお勧めします。まあ、そうするとね、こうやったときに、すって、奥にね、押し込みやすくなりますんで。まあ、これ斜めに抜くことによってね、隙間がちょっと生まれますんで、普通に縦できつく巻くより。その方がね、後で抜きやすくもなりますし、ただちょっとボコボコってバラバラにはね、なりやすいですけど。しないとか銅板が狂ってる。どこだ、この狂ってるやつの原因。それでこの銅板カットした方が良さそうだな。ちょっと待ってくださいね。これ銅板がね、くるくるパーになるとね、タッチが悪いんですよね。おい、切るか。あ、取れた。ちなみにね、これ銅線がね、残り俺1袋か2袋ぐらいしかないのかな。昨日買いに行こうと思って、ショップ行ってみたら、まだ売ってなかったんですよね。銅板も銅線も。ちょっと他のショップ今度行ってみて買おうかなと考えてるんですけど。なんかこれがもうね、パズルのような迷路のようなチンプンカンプンになっちゃってる。とりあえずこんだけ伸ばせば一旦足りるだろう。で、こんだけね、あんまり斜めにいくらやってもきつくはね、やりすぎない方がいいと思います。まあ、大体適線こんな感じでね。まあ、軽くぐる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 って巻いてあげるとね、いいと思います。まあ、ちょっと最初の方がね、汚くなっちゃったんですけど、まあ、後半でこの辺は若干綺麗ですんでね。あんまりね、この辺の先端やりすぎると、いくら斜め巻きでもね、ちょっと危ないんでね。まあ、なるべくこの辺の均等な部分でね、巻いてあげてください。よし、こんなもんでいいかな。もうちょっと巻いとくか。よし、こんなもんでいいですね。そしたらこれをハサミでチョキンと切り落として、
じゃあね、そこ最後、飛び出た分はね、綺麗に巻いてあげて。そしたら手前からね、少しずーつ、こうやってね。あ、やべ、やっちゃった。少しずーつって言おうとしたら、一気にドボドボって出ちゃった。まあ、こうやってね、優しく抜いてあげるとね、綺麗に抜けるんですけど。そしたらね、これまあ適正長さに切っていくんですけど、この場ね、まあ、あまりね、伸び縮みさせると、途中でパキって割れることもありますんで、まあ、今回はね、あんまり伸ばせずに、使おうかなと思いますんで、だいたいこれぐらいですかね。1センチちょいぐらいかな、長さ的には。だいたい1本ぐらいこのぐらい。をね、まあ、一気に切っていきます。まあ、だいたいこれが中間線のね、サイズにはなるかなと思います。まあ、ちょっと試しに2本だけ切って、はんだしていきましょうかね。そしたら、またいつものごとく、いつものごとくというか、前のごとく、よいしょ。マスキングテープ。このマスキングテープの方が俺結構いいんですよね。そしたらね、うわ、ちょっとスポンジ水気多かったかも。まあいいや。よいしょ。おもり。そしたらね、これ、基本的にはなるべく切り口をね、きれいにしといてください。まあ普通にスパンって切る感じはね、いいんですけど、最初の方に巻いた口。こういう風にちょっと汚くなるんで、こういうところはね、なるべく、ブリッジダイオードにね、刺す側にしてあげてください。その方がね、N ゲージとの接触面が綺麗になりますんで、意外と安定しますんでね。ってわけで、ブリッジダイオードの中に、シューバネ刺してあげて、よいしょ。ちょっと見にくくてね、申し訳ないですね。もうちょっとこっち側にやるか。よいしょ。ブリッジダイオードね、前の動画かな？まあ、景品特性つけた時に残りちょっとしかないっつったら、ちゃんと2箱出てきました。まあこれで100個あるんで、まあ、一応もう一回ブリッジデオドもね、追加で買おうかなとは思っております。よいしょ。こんな感じかな。ドロピンセットっていうか、毛抜きで持ってあげて。あ、抜けた。これね、俺、バネをね、この終電版、ブリッジデオドでね、あっためるか、ちょっと苦手なんですよね。まあ、だから俺が銅板と銅線にこだわってるっていうのもあるんですけど。あとは、ここはね、適正に自分のお得意なやり方見つけてください。まあ、俺は今回はね、銅板とかいちいちその、あれなんだっけ、ハンダ付けの回数、まあ、減らすし、こっちの方がね、利便性的には問題ないんでね。本当はトミックスたちの方も別にバネでやっても問題はないんですけど、正直言うと若干めんどくさいんですよ、あれ。あいつらの場合は、なんだっけ、取り付け爪があって、で、屋根がね、加工しなきゃいけなくて、で、そうなってくると、まあ、ぶっちゃけな話で言うと、屋根固定するならあのやり方でも問題はないんだよ。ただ、今回グリーンマックスの場合、屋根がつらい位置なんで、まあ、屋根に貼ってから、で、その、接点合わせてあげると、問題なくね、取り付けれますんで、まあ、こっちはね、今回だけバネでいきたいと思います。というわけで。うぜー、外れやがった。わちー！そんな熱くなかった。これね、ちょっとバネ伸ばしてあげた方が、ハンダが中に染み込みやすくなるんで、ほんとそっちの方がいいんですけど、それだとね、結構伸びちゃうと、あんまり俺は好きじゃないんで。ちょっとこっちに盛りハンダするか、少しだけ。まあ、バネのやり方っていうのは、このくっつくくっつかないがちょっとめんどくさい。チェーあっちあっち指がソーセージになるとか。まあ、むしろソーセージぐらいの太さですけど。どうかな、ついたかな。あ、くっつきましたね、多分。オッケー、くっつきましたね。そしたらこれを、最後ね、軽くバネの向きだけ。まあ、これちょっとハンダ失敗しちゃったんで、あれなんですけど。
軽くね、バネがお互いにね、接触しないように、まあ、ちょっと軽くね、外側にだけ向けてあげてください。もしね、俺みたいに失敗しちゃった場合はね。したらこれね、テープ LED の、裏の両面テープ剥がしてあげて。そしたらね、この車両も、まあ、またね、なるべく真ん中に、この接点がね、来るようにしてあげて。よいしょ。こんな感じかな。こんな感じでね、こうやって貼ってあげて。まあ、ちょっとね、左右にずれちゃうことに関してはね、何ら問題ありませんのでね。そしたら一応車体はめてあげて。よいしょ。でこの中間車側もね、なるべく接点だけは気をつけて見てあげて。これね、あんまりまあ、で、なんで俺これ、バネ式やかっていうと、こういう風に、ずれたりするときの修正が、ちょっとバネ式だとめんどくさいっていうのがあるんですよ。こうやってちょっと向きグイグイって変えなかいけなかったりで。なので、それを防ぐために俺は、床下に押さえ込む式でほとんどやってるんですよ。まあ、ただ別に、そういうのをね、気にしないって方は、まあ、俺みたいに、懐が、懐っていうか、なんつうの、人間性が腐ってなく、別にちょっとぐらいずれてもいちいち直せるっていうね、根性のいい方、懐の広い方はね、こっち側おすすめします。非常に軽くは、入れましたら、下忘れた。ずれたな。で、このグリーンマックスの新しい床下って、前のと違って床下がね、浮き出てくるってことがないんですよ。昔の4桁時代のやつって、前面の室内、前面の前照灯の、影響で、たまにね、床下が浮くときってあるんですよね。俺が持ってる基本的な4桁時代のやつって、ほとんど浮いてるんですよ。買った買った。それもありますんで、ちょっと難点なんですよね。いかんせんバネなのでね、ちょっとちょこちょこって作業したときに曲がっちゃった場合にはね、爪楊枝入れてあげると、綺麗にね、まっすぐに戻せますんで、こうやってね。少しまっすぐに、ね、戻りますんで。まあ、ちょっと曲がっちゃったりした場合はね、まあ、最悪作り直すことを視野には考えてください。ちょっとなかなかね、接点が合わないんで、ちょっとすいませんね。あ、これ大丈夫かな？それちょっと試しにつけてみましょうかね。よくついてくれたらいいんですけど。ピーター線と、なんだっけ、パワーパックの、あれ、線がこんがらがってる。よいしょ。まあ、一応つきましたね。まあ、これでつきますんで、問題はないかなと思いますね。したら、中華車も、ね、同じようにバネ式でね、やってあげてください。そしたら、肝心のモーター車の方なんですけど、袋がね、この野郎扇風機の風でどっか飛びやがったの。扇風機ね、一応うち4段階と3段階の2個今使ってるんですよ、俺、この部屋で。で、4段階のマックスでやると、ピューって物が飛び散らかるんで、多分何回か飛んだことあると思うんですよ、動画で。だから今ね、1個の方は2個目、弱かな。で、もう1個の方は1個目でやってるんですけど、たまにそれでもね、飛んじゃうんですよね。そしてモーター車の方ですね。グリーンマックスのこの新しいタイプのモーターユニットなんですけど、基本的にはそんなにね、トレーラー車とね、モーターの厚みって変わらないんですよ。で、昔はこのグリーンマックスについて、ここ中間の部分にボコ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 ってなんか失格、ヒトコブラクダみたいな、どでかいモーターの、ツインモーターのカバーが見えたんですけど、最近のこれって、そういうのが見えたりっていうのがないので、一応ね、こちらもね、ここの部分、まあ、本当はここの部分がね、接点なんですけど、こっち側でね、つけていきたいと思います。で、モーター車に関してはね、トミックスとかと同様の、銅線、銅板もね、使ったタイプでいきたいと思います。というわけでいきましょうかね。よいしょ。で、銅板はね、前と一緒で、またすっごい細い、細いぐらいですね。1ミリ、2ミリ、1ミリ、1.5ミリぐらい。まあ、大体、加藤の長さと同じぐらいって思ってもらえたらね、いいかなと思うんですね。太さが。一応、こんぐらいですね。まあ、ちょっと大きかったかもしれないですけど、まあ、このぐらいの太さで、多分入るよね。
カバー外してみるか、少しだけ。カバー外してみて。あ、こんな感じになってんだ。この部分に銅板が入れば。これちょっと銅板きっちいぞ。すっげえ補正。あらまあ、0.1 ミリだな。この半分っすね。ちょっとこの半分だな。怖っ。やべ、ちょっと怖い。手元狂う。まさかこんなグリーンマックさんの正しいやつって細いと思わなかった。試しにこれ。このぐらいの、すっげえ細いぐらい。もう大根のつまぐらい。まあ、もうちょっと多分大根のつまが細いですけど。それぐらいの細いので、ちょっと入れてみて。あ、これで入ったんで問題ないですね。でもまあちょっと、普通の加藤の大きさの半分ぐらいがね、グリーンマックスのこの、新しい、壊れそうモーターでいいのかな、ぐらいかなと思います、ね。というわけで、したら導線の方作っていきましょうかね。導線。一応ね、近くにピンセットだけはね、用意しておきましょうかね。というわけでいきまーす。よいしょ。今、ハンダが焦げたんで、ちょっともうちょっと角度変える。よいしょ、オッケー。ただね、グリーンマックスの、この場合は、まあ一応、そんなにね、導線の長さ必要ございませんのでね、ほんのちょぴっと、これぐらいですね。まああの、ブリッジダイオードの足の長さよりちょっと長いぐらいでいいかなと思います。まあ、後で短すぎてね、もう一回ハンダしの教えとかになるとめんどくさいんで、ね。まあ、長かったら長かったで、ぐにゃぐにゃぐにゃぐらボケボケボケって折り曲げちゃえばいいんでね。こういうところはね、結構手抜き特感がね、俺得意なんで。あんまり威張ることじゃないですけど。次にこの超極細動線ですよね。怖えこれ。すっげえこいつ取り付けるの緊張するんだけど。見にくくてね、この辺は申し訳ないですね。多分ずれた。あーでも、あ、意外とくっついたわ。ちょっとずれましたけど、くっつきましたね。こんな感じで。ただ一応これを、まあこのぐらいかな。ブリッジダイオードの足ぐらい、まあちょっと残してあげて切って。で、こっち側。こっち側ちょっと長いこっち側使うか。ちなみにそういや思ったんですけど、今なんか学生さんもコロナがあのかかってる方多いらしいですね。なんか教師がコロナになってる例もあれば、なんだっけ、親がコロナの、あの陽性反応出て、で、子供もなんか出てて、つってなんか、かわいそうですね、ほんと。ちなみにコロナが子供になった場合、子供がコロナになった場合、学校ってどうするんですかね。やっぱりインフルエンザとかみたいに休んでもいいんですかね。むしろ休みって言われるんですかね。あのね、日本国憲法をね、理由のヘリクスでぶっ通すと、
子供ってね、学校何があっても行っていいんですよ。ただまあ、伝染病、はしかとか、はしか？おたふくか。おたふくと、まあ、インフルの時はね、学校がそもそもなんだっけ、欠席扱いにしないから、まあ、休んでもいいよってなってるんですよ。さすがにコロナもそうなるんですかね？俺ちょっと知らないですけど。まあ、もしね、休みの扱いにならなかったり、まあ、どうしても学校行ってね、勉強したいっていうね、熱心な子はね、俺は学校行くことを示しますよ。なぜなら、大人は子供に学ぶ、大人は子供を学ばす義務がありますけど、子供はね、その学ぶ権利がありますんでね、その権利を阻害することはできないわけなんでね、まあ、ある意味、これはヘリクスかもしれないですけど。まあ、ヘリクス以外の何者でもないですけどね、俺のは。よいしょ。とりあえず、こんな感じでつけたら、ここの、また足の部分ですね。ほんと先に曲げればよかったんですけど、ちょっと曲げ忘れちゃったんでね。お、今曲げちゃって。ちなみにね、もし俺がね、コロナにかかってて、まあ、かかったとして、学校行くかって言われたら、専攻嫌いだったら学校1でも行くから。俺は絶対、専攻嫌いだったら行くかもしれない。あんまりこういうこと言ってると、性格腐ってるねって言われそうですけど。まあ、俺は昔から性格が腐ってるんでね。もうこれに関しては今に始まったことじゃないんでね。やばい、ちょっと動線がずれた。てか、銅板がずれた。これもうちょっとね、力強く噛めたらいいんですけど、まあ、これぐらいでもいいか。まあ、ちょっと外れちゃったりした場合にはね、ちょっと適線悪いんですが、修正してみてください。最初に端っこ、うわー、パソコンできた。端っこのね、この TN カプラー取り付けるアダプター部分ですね。ちょっとこれ戻してあげて。あれ、戻るね。ちょっとこれで動作確認しましょうかね。ちょっとモーター車なんで一応空転扱いにしますけど。一応つきますんでね、問題ないですね。そしたらこれを、またテープ入り剥がして。あ、やばい。これ多分両面テープ必須なタイプだな。あー、終わった。やっちゃったー。で、これね、たまにこうやってやるとね、うわー、どうせも取れたし。両面テープがね、こっちに剥がれちゃうことがあるんですよ。その時のためにね、こうやって両面テープね、端っこでキープしててください。そして何より動線が取れた。しかも両方とも。うぜぇ。ショックを通り越して、うぜぇ。あ、でも、素直に入ってくれたからよかった。じゃあちょっとね、動線外れちゃったんで、もう一回だけね。よいしょ。問題ないですね。したら、まあ、これ、シャーッと、ブネー、ファンドが引っかかった。車体の方に取り付けていくんですけども、まあ、一応ね、これ、バネとかが、まあ、くるくるパー状態になってますんで、一応先に真ん中の部分ですね、ある程度真ん中に押さえて、反対側押し込んで、で、その反対側押し込んだときに、で、ここ、必ず、モーター車の、室内灯の本体がある側に後にしてください。で、ここ、グッて一気に押し込みますと、中でね、ぐちゃぐちゃぐちゃってして、特に、銅線の場合はね、銅線の場合、これ、俺 0.1 ミリ使ってますんで、どちらかというと強度がそんなにないんですよ。まあ、折れやすいっていうのかな、まあ、曲がりにくいっていう利点がありますんでね、こうしてます。まあ、これでね、中がショートさえしてなければ、ちゃんとライトの方はね、こうやって、あ、なんか待って。なんで真ん中のスネークつかないんだ。え、なんで、あ、ちげえわ。そらつかねえよ。だって、あ、そっか、両面テープつけるの忘れてたんだ。忘れてた。すいませんね、ちょっと先に両面テープつけましょうかね。ごめんなさいね。これは完全に俺のミスですね。そうらそうだ。両面テープ入れてなければ、ちょっと垂れるわ。そしたらね、まあ、だいたいね、室内灯の、まあ、このユニットの長さの、切って3分の1にしたね。で、こちらを貼ってあげて。カッター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 。そうですね。それは接着ね、接着もあれがなければ、それは外れるわな。よいしょ。よし。ただね、一応これで、まあ、もしついたらね、最後、中間車の方、まだ尺が30分なんで、中間車の、動線の入れ方ですね。それご紹介して、終わりにしてね、あとはちょっと個人的につけたいかなと思いますね。見にくくて申し訳ないですね、この辺。よいしょ。OK。したら一応つくかだけ。
回確認してあげて、これでちゃんとついてくれたらいいんですけど、うん、そうですね、問題なくつきましたんで、これで安心ですね。というわけで一応ね、これがね、モーター車の、銅板と銅線をダブルで使ったやり方になります。そしたら最後ですね、銅板と銅線を使う、まあ銅線だけではなく銅板と銅線を使ったやり方、最後ご紹介してね、終わりにしたいかなと思います。まあでも基本的に作り方はね、モーター車と一緒になりますね。今回まだブリッジダイオードが取り付いていないので、ちょっとブリッジダイオードも出しましょうかね。キミさん、俺あれハンダの掃除のメディカル沿いってどこ、あいつがない、あれおかしいの、あったあったあった、まだ出してなかったんだ。こちらね、ハンダのメディカル剤、ちょっと一回だけハンダ今日ね、ずっと昼寝してる時もつけっぱなしでね、ちょっと腐ってきてるんで、一回だけ掃除してね、洗ってきましょうかね。そしたらこのね、メディカル剤の2つね、ここにちょっとブリッキーダイオード、まあ何個か落としておいてあげて、まあ、この後もね、ちょっと取り付け作業入りますんでね、動画を終わらして。そしたらね、まあ、これね、前の動画でね、取り付け紹介したんですけども、気をつけながらね、一応こっちですね。まあ、このね、上のプラスマイナス側のね、足を、曲げて、潰してと。で、テープ入れてるんですね。一応こちら。こちらね。まあ、プラス側。よいしょ。なんでハサミの、マスキングテープにハサミがあるんで。一応ね、また今回も、森ハンダだけはね、しましょうかね。あれ俺、毛抜きどこいたっけ、あったあったあった。たまに視界の範囲がね、見にくくなるんですよね。なんか頭が悪いせいなのか。よいしょ。見にくくてね、この辺は申し訳ないっすね。まあ、安全を考慮するとね、若干見にくくなっちゃうんで。ほんとすいませんね。こんな感じですね。ちょっと熱いんで、ここマスキングテープで、ここね、マスキングテープで黒い部分を押さえてあげると、意外とこっちのね、反対が熱くないんで、まぁ、ちょっと気をつけてね、潰してあげてください。ちょっと熱かった。したらまた、銅線、あったあった。じゃあね、一応これ終わったらね、あと残ってるのが300系と伊豆急かな。で、伊豆急の東急の8500件に関しては、まあ一応ね、これグリーンマックス新しいロットなんでね、同じやり方なので、まあ動画紹介はね、省くとして、あの簡易的にね、省くとして。そしたらあれか、300系のぞみと山手線か。ただ山手線はね、確かあれ幅狭対応なんで、前の京浜東北線と同じなんですよね、やり方。だから加藤製でなんか一個紹介するか。加藤製で俺のお気に入りってなんかあったかな。ちょっと探しとこう、後で。本当に言うと、これ以上はね、室内灯が足りなくなるんで、ちょっとマジでアマゾン次第って感じなんで申し訳ないですけど。あとなんか、グリーンマックスの Q ロットは紹介できんのかな、ちょっとグリーンマックスのケーキを探しとこう、後で。あれ？あ、ハンダ乗ってるか。たまにね、自分の頭でね、手ぶらになっちゃうんですよね。で、これね、折り曲げにくくなるんで、なるべくね、この辺ね、トゲとかはね、潰しといてください。まあ、無理やりでもね、バカ力でグッて曲げると曲がりはね、しますんで、そんなにね、神経質まで気にすることはございませんけどね。じゃあ先ほど切ったこの銅板線。やっぱりグリーンマックスね、モーター車だけの方がいいかもね、この銅板は。じゃないとね、トレーラー車のね、この細い銅板もね、神経使いたくねえな。ちょっとまあ、これ一両試しにやってみて、まあ、後でお釈迦にするか、部品取って、別の銅線くっつけましょうかね。今年の夏休みってどうなるんですかね。まあ多分学生さんたちはね、そんなに休みないと思いますけど。てかそう考えると今年就活ってどうなるんですかね。まあ俺は就活関係ないから別にいいけど。でも一般的には、もうだって夏休みが就活だし、
学校説明会も夏休みだし。そうなると本当に東京神奈川ってどうなんですかね。まあ神奈川のね、こっちが私立の学校、まあ行くっていうのもありますし、まあ俺の中学時代の、知り合いか、まあ同じ部活だった女の子、まあ東京のね、私立の高校行ったんで、まあ夏休みに多分学校説明会皆さん行くと思うんですけど、どうなるんすかね夏休み説明会ってまあ何人が来るかわからない都合上、椅子もそんなにカットできないから、事前応募とかになるんすかね。事前応募っていうか、予約制みたいな感じ。どうなってるんですかね、その辺。まあ、あとは文科省がね、あとはその学校と、まあ一応、私立の学校であっても、まあ文科省の管轄にはなりますんで、まあその辺は多分も、まあ、教育、横浜、市とか、まあ教育委員会公立の、まあこれっていうか、まあ実際の、まあ教育委員会っていうよりかは、多分文科省が出張るんですかね、そうなると。まあ、所詮国のバカなお役所の、まあ、役人らがやってることなんで、多分どうなるか分かりませんけど。ただね、中間者の、戦闘車とかにね、銅板行きます。で、もしね、ここ、この突起があるところの内側に細い銅板が入りたいんですよ。これがね、うまく入ってくれるといいんですけど。よし、さすがに蓋外そう。俺は諦めが早いのに。ちなみにね、俺正直言うとね、7月23日、木曜日ですね、行きたいんですよね、箱根登山か横浜シェーバスか。まあ今のところ横浜シェーバス行きますけど。まあ何かっていうと、横浜シェーバスにもね、連接バスっていうのがね、デビューするんですよ。横浜駅からなんかどっかを結ぶのかな。で、専用の停留所かなんかが8個っていう、なんか面白い路線がありますんでね、ちょっとそれ見に行きたいんですよね。まあこれ見に行くっていうか、営業運転がその7月23日の、木曜日に始まるってだけなんで、多分乗り物系の YouTuber の方来るんですかね。まあ俺ちょっと鉄道系の YouTuber の方はね、まあ何人か名前は存じているんですけど、バスとか専門の方って知らないんですよね。ちょっと、その辺りの方々がどんくらい来るかっていうのが俺もわかんないんで、まあなんとも言いようがね、ないんで申し訳ないですけど。いや、これちょっと、こっちの中間者たちは、あんまりこの銅板式おすすめしないな、目がすっげえ疲れる。すぐに引っかかっちゃったりするんで、あんまりこっちのタイプはおすすめはしないかな、俺は。うん、やっぱり中間車とかね、戦闘車に関しては、どちらかというと、銅線っていうよりかは、銅板っていうよりかはね、銅線の方をね、俺はおすすめしたいっすね。これで多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっとこれで一回テストしてみるか。まあ、これでついてくれたら、そろそろで文句はないんですけど、まあでもさ。あ、でも、一両だけあれっていうのもおかしいんだよ。あ、でも、一応つきましたね。一応、このまま行っちゃうか。でしたら、これと両面テープ外してあげて。あ、やばい、多分失敗したかも。あー、失敗した。あー、でも無理だな。あ、でも先端ちょこっとだけ両面テープないぐらいだから、このままいっちゃうか。ちょっと待って、粘着面だけ確認すると。あー、ダメだ、右半分ねえや。というわけで、両面テープ切り出しましょうかね。両面、あれどこ行った？あれ両面テープがなくなった。じゃがじゃーん。あれ本当どこ行った？まさかの両面テープ失踪事件。あった、N ゲージの結果線隠れてた。よいしょ。したら適線長さを測ってあげて、じゃがじゃーん。ちょっとこれに関してはね、小さめでいいと思います。ここか。OK。ちょっと中身に一回端っこに置いとくか。そしたらこれね、3分割してあげて。
ね。一回転した。多分大丈夫だよね。大丈夫ですね。そしたら、これを車体の方に入れてあげて。で、その前にね、これね、端っこの、TN カプラーの、ね、アダプター部分ですね。これちょっと取り付けてあげるのは、これで OK だよね。OK ですね。そしたら、おしょっきー。そしたら、これを、またなるべくね、中間部分になるように、全集中。OK、この辺でいいかな。まあ、ちょっとぐらいはね、ずれてもいいんでね。そしたら、あとは、頭入れて、グッて押し込んであげてね。そしたら、一応これでつくことだけ確認しましょうかね。やべ、飛んだ。多分中で導線が接触したな。で、これたまにこうやって押し込むと、カチッって今、パチンって飛んでるんですけど、たまに導線同士がね、接触したりすると、あれでも導線同士が接触してねえの。今度誰か、中の部分か。ちょっともう一回だけつけてみるか。あ、多分違う。やっぱりここで導線が接触したんだ。よかったよかった。俺中で入れ直しになったら、多分切れて、別のバネ、バネ式のやつ作るとこって。でも大丈夫だと思うんだよね。ちょっとお待ちください。頭の部分が入んない。よいしょ。いや、車輪が取れた。まあ、とりあえずね、まあ、グリーンマックスも、まあ、でもグリーンマックスのこの新しいロットだけは、そうですね、個人的には、バネ式かな。これ入れ直したんで、ついてくれたらありがたいんですけど。どうかな？どうかな？あ、つきましたね。問題ないですね。一応、こっちでもちゃんとつきますんで、まあ、あとはね、お好みの、まあ、自分がね、動画、まあ、でもどちらかというと、これに関してはね、銅線よりかは、まあ、銅板よりかは銅線だけの、まあ、バネ作った方が、俺はあくまでもね、やりやすいかなと思いますね。では、一応ね、動画終わらしてから、後でね、残った3両と、造形セットの方もね、まあ一応バネ式の同じ容量でね、入れていきたいかなと思いますんで、これで終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。